始まりました。マリナのアコースティックナイト。本日は8月7日。時刻は6時半を回りました。ここから30分間パーソナリティを務めさせていただきます。シンガーソングライターのマリナです。最後まで皆さんお付き合いをよろしくお願いいたします。そして8月にとうとう入りまして、毎日ね、とっても暑い日が続いておりますが、皆さん、夏バテは大丈夫でしょうか？私はというとですね、全く大丈夫です。ご安心ください。ね、皆さん夏バテされてる方はね、もしかするといらっしゃるかもしれないので、お体ね、気をつけていただきたいと思います。ね、夏はたくさんイベントもあって、ね、例えば夏フェスだったりね、プールだったりね、外にバーベキューに出かけてる方もいらっしゃると思いますので、楽しみつつね、体の方も気をつけていただきたいと思います。早速、本日はですね、真夏の私のですね、オリジナル曲を1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。マリナで、夕凪。自分で持ってきた方がいいですか？俺も持ってきた。はい、今でも2分半くらいいるので。自分で持ってくる？うちでも出ていいんですかね？いいよ。大丈夫ですか？大丈夫です。どっちでもいいんですけど。俺も持ってきた。水色のありがとうございます。このコーナーでは私のオリジナル曲について、話をさせていただくコーナーでございます。今月はですね、終戦記念日もある8月ということなので、平和や、ね、未来への希望が詰まっているマリナの、オリジナルソングについてお話しさせていただきたいと思います。その中でも、最初に、最近ですね、出た希望の光という曲があるんですけれども、その曲について少しお話をさせていただきたいと思います。
この希望の光という曲なんですけれども、タイトルの通りですね、未来への希望がとても詰まっている歌になっております。終戦記念日ということなので、本当に戦争から70年、戦争が終わってから70年経ったということで、私はね、もちろん生まれていないんですけれども、もうテレビや、本だったりそういうものでしか戦争のね話が伝わってはいないので、実際経験したわけではないんですけれども、本当にね大変なものだっていうのは話を聞いてわかるので、私には想像もできない世界なんですけれども、もしねこんな戦争というものがもし二度と、また起こらないようにね、今現在平和なんですけれども、絶対このようなことがもう二度と起こらないということが、平和なんじゃないかなと思います。現在ねこの日本では戦争が起きていないので、引き続きこの平和というものが続けばいいなと私自身思っております。この希望の光という歌なんですけれども、最初に作った時は自分のですね音楽活動についていろいろ希望や不安がねいろいろあるので、そんな気持ちを込めた曲だったんですけれども、この曲がね少しでもそういうもっと大きな意味での平和だったり希望だったり、そんなね曲になればいいなと思っておりまして、これからもこのね歌を歌うときは、自分のためじゃなくてこう誰かのためにこう希望の光、そんな力になるように、歌っていけたらなと思っております。この後にですね、この希望の光という曲を改めて皆さんにお届けしたいと思っております。誰かのためではなく皆さんのために、前に進むために、聞いていただきたいと思います。それでは、この希望の光聞いてください。マリナで希望の光。
マリナで希望の光という曲でした、皆さんのところに届くようにライブでも歌っていきたいと思います、それではですね、続いてもう一曲聴いていただきたいと思います。同じシングル CD に入っております。冷たい花びらです。聴いてください。コーナーでは、マリナのお便り読まないとというコーナーでございます。このコーナーではリスナーの皆様から寄せられたメッセージをコーナーの中で読ませていただいております。メッセージの宛先なんですけれども、アルファベットの小文字でマリナアンダーバーメッセージアットマークヤフー .co.jp までお待ちしております。それでは早速本日のメッセージを読ませていただきます。まず、ラジオネームゆーぴーさん、ありがとうございます。こんばんは。8月になり暑い日が毎日続いております。8月といえば10日にクラブチッタ川崎にまた出演されますね。とても楽しみにしています。ところでこの毎日のうだるような暑さを乗り切るためのマリナさんの夏バテ対策があれば教えてください。今日を含め、あと2回のラジオ最後まで頑張ってください。ということです。ゆうぴーさん、ありがとうございます。8月10日、クラブチッタ川崎、楽しみにしてくださってありがとうございます。またね、大きなステージに立てるので、私もとても楽しみです。バンドで出演します。皆さんもぜひいらしてください。そして、夏バテ対策ということなんですけれども、私ですね、意外とこう見えて夏が大好きなので、逆に危ないかもしれないですね。夏を満喫しすぎて、例えばね、外でランニングをしてみたり、まあ、今年は例えばキャンプとかそういうアウトドアなものにはしてないんですけれども、外にね出るのが好きなので気をつけないといけないなと思います。これといってね対策というのはないんですけれどもね、やはり基本的に水分をねたくさんとって、皆さんはねちょっと外出を、まあね、例えば日傘を差すですとか帽子をかぶるですとか、ちょっとね気をつけていただきたいと思います。無理せず熱中症に気をつけて夏を楽しんでください。続いてのメッセージを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム M 口さん、マリナさん、スタッフの皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。連日の猛暑いかがお過ごしですか。
体調管理には十分お気をつけてくださいね。無理は禁物ですよ。さて今日のテーマ、夏休みの予定。自分の4日間の予定は、かみさんの実家に行って、自分の実家に行って、地元の友達と昼間から飲み、最終日は翌日からの仕事の準備と買い物、こんな感じで終わります。あっという間に終わってしまいます。では良いお年をということで良いお年を、江口さんありがとうございます。ちょっとね気が早い、良いお年をということなんですけれどもありがとうございます。そうですね、やはりお盆があるので、皆さん実家にね帰られるということなんですかね。夏休みということで、実家でのんびり過ごしていただければと思います。ありがとうございます。そして続いてのラジオ、メッセージを読ませていただきたいと思います。ラジオネームシェバさん、ありがとうございます。マリナさん、はじめまして、こんばんは。毎日暑い日が続いていますね。夏バテしていませんか？夏バテ対策にやはりマリナさんも大好きなうなぎがおすすめです。この夏ぜひともうなぎのつかみ取りに挑戦してみてください。どこに行ったか、どこに行ったら挑戦できるかは知りません、ということでありがとうございます。うなぎのつかみ取りってあるんですかね。ちょっと私もね、うなぎは好きなんですけれどもね、さすがにちょっとまだつかみ取りっていうのは挑戦していないんですけれども、一度ね、ニジマスっていうね、まあ、魚の方でしたら、つかみ取りに挑戦したことはあります。それもね、小学生とかね、そんなすごい前の話なんですけれども、うなぎってもしね、つかみ取りあったらすごい怖そうですけど、大丈夫ですかね。すごい迫力がありそうですけれども、まあね、まあそちらちょっとね、まあ今のところ予定はないんですけども、うなぎもね、食べて、夏を乗り切りたいと思います。メッセージありがとうございます。そして、続いて今回、最後のメッセージを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、埼玉のマッサンさん。マリナさん、こんばんは。連日猛暑が続いておりますが、夏がお好きなマリナさんは元気に歌っていますか？さて、自分の夏バテ対策は、少量でもうなぎを食べること。今年の夏はうなぎのおにぎりを含めるとすでに4回も食べていますが、不覚にも夏風邪をひいてしまいました。些細なこと、幸いなことにうなぎを食べていたおかげで重症にはならず済んだんですけれども、暦の上では明日から立春、この猛暑しばらくすると思い出の夏になる、暑さになるでしょうね、ということなんですけれども、ありがとうございます。そして短歌も読んでいただいております。猛烈な暑さ乗り切る対策は、やはりうなぎとマリナのライブということで、いつもね、ありがとうございます。短歌も読まれているんですね。ありがとうございます。やはり皆さん、夏バテですかね？皆さん大丈夫ですか？風邪はね、夏風邪は本当に気をつけていただきたいと思います。私は、両親に丈夫に産んでもらって、なかなか風邪もひかなくて、ですね、元気に過ごしております。うなぎはね、好物で食べて、たまになんですけど、そんなに頻繁には食べれないのでたまに食べておりますが、皆さんもね、もしうなぎを好きな方がいらっしゃいましたら食べていただけると元気になるんではないでしょうか。このあたりで今月のメッセージを、終わりにしたいと思います。たくさんのメッセージをいただきまして本当にありがとうございます。それでは、もう一曲お届けしたいと思います。マリナで愛の花。
して本日のマリナのアコースティックナイトを聞いていただきましてありがとうございました。そろそろお別れの時間が近づいております。少しライブ告知をさせていただきたいと思います。今年はですね、マリナ音の中という、ね、名前でツアーをしておりました。しております。大阪、神奈川、名古屋、兵庫、そして東京でワンマンライブをさせていただいておりまして、残すところ10月の11日の東京のですね、渋谷オーウエストでのワンマンライブのみとなりました。まだまだちょっとね、期間は、まあ、2ヶ月ちょっとなので、まあ、もうすぐですかね、ありますので、ぜひぜひお待ちいたしております。イェイ。そして、今月8月の10日、こちら、神奈川県の川崎にあるクラブチッタ川崎、こちらね、もうすぐですがバンドで出演いたします。そして8月の25日には代官山ループというライブハウスでも、バンド編成で出演いたします。他にもたくさん、ライブがあります。今企画をしておりまして、いよぎチャイナスクエアというね、西武新宿線のいよぎ駅にあるところでですね、企画ライブをしておりまして、こちら8月14日、8月21日、9月11日、9月18日、9月25日と、なんと5日間企画ライブをさせていただいております。こちらはですね、とてもアットホームな空間になっております。こちら、ぜひぜひね、またバンドとはちょっと違う感じに弾き語りでライブをしておりますので、こちらもぜひ来ていただけたら嬉しいです。そして、マリナのアコースティックナイトなんですけれども、来月で1年間、となるんですけれども、次回で最後の放送となります。とても寂しいです。これまでね、聞いていただいたお客様、そしてね、実際に足を運んで、見に来ていただいたお客様もいらっしゃって、本当に感謝しております。ありがとうございます。ちょっと寂しいんですけれども、最後をしっかりとお届けしたいと思います。ラストにはですね、ゲストに、シンガーソングライターの高尾彩香さんというですね、普段からですね、結構交流のあるシンガーソングライターの方をお迎えして、賑やかな感じになるんじゃないでしょうか。二人で、お届けしたいと思います。来月は9月の4日金曜日、6時半からの放送でございます。それでは皆さん、夏バテに気をつけて、素敵な週末、そして夏休みをお過ごしください。お相手はマリナでした。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。